戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合えるやつは多くない。俺たちにできるのは犠牲になったやつを忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にパガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね、行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。分かった。分からないけど、すごいな。え、だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの。変か、技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。たかが服のために俺は。ここにもズーグルの群れか。待って。あなたの剣と力なら最低のズーグルを叩き捨てられるでしょう。やるだけやってみるか。やっと、俺に任せてくれ。叩き捨てる。緑のシャツだ。強敵は私に。飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。
私なら落とせるわ。やっと、いや、終わりだ。私に任せて。そこだ。はあ。試練滅天章。私に任せて。終わりだ。罪深き者に裁きを。受けるわ。はあ。私に任せて。いてつくあれ。くれ、あれ。飛ぶ相手は終わりだ。さない。くれ、決めてやる。緑の刹那。終わりだ。受けるわ。くれ、罪深き者に裁きを。逃さない。当てる。飛ぶ相手は任せて。決めてやる。投げ払う。見えた。ドン。だら。刺さない。くれ。私に任せて。決めてやる。私に任せて。終わりだ。叩き潰す。いてつく嵐。下げろ。行くわよ。決めてやる。どこだ。次、決めてやる。行けるぞ。試練滅天。私に任せて。よし。小物に時間はかけてられないわ。さらに打ち込め。どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。罪深き。高いところにでも登ってみるか。あれがファガン遺跡か。なんで遺跡になってるんだ。さあ、私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうか。なんでそこまで服にこだわるんだ。やるしかない。やっと勝利作品。いくらでも相手になってやる。くれ、あたれ。終わりだ。そこだ。はあ。私に任せて。しょうがない。やっと打ち込め。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。終わり。わかった。はい、次。レイ、下げろ。次は誰だ。はい、次。終わりだ。やるぞ。下げろ。はい、倒れろ。もう一発。もっと力が必要ね。
容赦しないわよ。そこだ、終わりだ。下げろ。どういうこと。ストミネーだ。はい、決めてやる。君には地べたがお似合いよ。終わりだ。自然滅戦争。行け、スワラ。くらえ、終わりだ。はい、ストミネーだ。やっと。君は誰が相手。昇竜と、そこだ。何かに使えそうだな。感じた。さっさと片付けましょう。相手には困らないな。やっと、やっ、終わりだ。水を直すわ。くれ、ファーストエイド。終わりだ。はい、任せてくれ。物に捌きを。倒れろ。倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。あげろ。マグナレイ。くれ、いてつやらい。何払う。そこ
アイストルネード。次は誰が相手？見えた。下げろ。これぐらいの相手なら問題ないな。さっさと片付けましょう。いて、クアラシ。ドクラン。アイストルネード。ドクラン。追いかけ。マグナレイ。はい。行けるわ。いて、クア。外さないわ。来なさい。爆破してあげるわ。緑のタコ。決めてやる。よし。ドクラン。ドクラン。やっと。緑のタコ。私なら落とせるわ。緑外さないわ。緑の刹那。終わりだ。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。
加岸遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかったよ。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの。食べるの、食べないの。食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ、料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。なんだ、ジロジロ見て。その服、機能に寄りすぎてて、もう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。腹はちゃんと満たせるはずよ。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。ん？なあ、まあ慣れたもんさ。けどお金さんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。いやそういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。大体あなた痛みは感じないのに味はわかるの。一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ。俺もちゃんと普通の味を目指すからそれで勘弁してくれ。十分休めたな。進もう。野宿は嫌なの。ここね、ずいぶん古いけど確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。
開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって。わかった、向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。防護隔壁よ。通りたければ解除装置を探す。曲がりなりにも満腹になるほど食べたなんていつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの？決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの根を盗んで栽培したりなんだりしてどうにかしのいでいるんだ。今にして思えばあまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね。空腹は体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかずのがあるな。食べるか。いただくわ。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大震工事まで遡るのかも。放棄されたっていう割にいろいろ作ってるな。どこから入り込んだんだ一体。さあ、亀裂でもあるのか、この中だけで繁殖できる環境があるのか。とにかく気を抜かない方がいいわ。ああ、こんなところで足止めを食らうわけにはいかないからな。これぐらいの相手なら問題ないな。中身はありがたくいただきましょう。容赦しないわよ。
これは価値があると思うわ。歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか？もう疲れたの？いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてない。ほら、行くわよ。服を諦める気はないんだな。片付いたので行きましょう。ああ、問題ない。Thank you.
さっさと片付けましょう。今だ。見せつけられ。終わりだ。アイストルネード。上げろ。どこだ。傷を治す。やっと。決めてやる。どういう状況だ。敵はまず押し切るわよ。もう一踏ん張りだ。小物に時間がかかる。ああ、どんどん倒す。怪我はなかった。新しい武具か。レナの技術なのか。こんなこともできるなんて。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。さあ、ウルベゼクに戻るわよ。上機嫌だな。そんなに服が嬉しかった。別にそうじゃないわよ。ここは補給基地だとかって言ったよな。けどネアズは城跡だと言っていた。本当のところはどうなんだ。さあさあって。私が知るわけないでしょ。レナのことなら何でも知ってるとでも思ってるの。そうは言わないな。
300年前、レナから持ち込まれた資材の多くがそのままいろんな用途に転用されたとは聞くわ。だからここは補給基地だったかもしれないし、同時にスルドの城だったこともあったかもしれない。いつからスルドの城が今の場所に移ったのかは知らない。これで満足？ああ、ありがとう。そう、教えてくれて。別に大したことは言ってないわ。ほら、さっさと行くわよ。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。目的地に着いたわよ。ありがとう。寄り道して悪かったな。新しい料理を知ることができたし、それでよしとするわ。次の野営で早速作ってみましょう。そんなに気になってたのか。